吉岡正光さん、103歳。80年前のあの日、空母「蒼龍」から97式艦上攻撃機で出撃しました。吉岡さんたちの狙い、標的にしていたのはどういう戦艦だったんですか？新人湾の中にですね、フォード島って島があって、はい、戦艦と空母が停泊する、うん、反対の方は戦艦だっていうようなことで聞いてたんですが、で私たちは予定通り左側をやることになってますんで、うん、吉岡さんはパイロットの後ろで魚雷を操作する偵察員でした。湾内に停泊する船から目標とする戦艦を探し、魚雷を放ちました。私の座席の下に穴が開いて、そこちょうど魚雷の振動計があるんですが、私があの落とす役目ですから、魚雷を落とす役目でここにありますワイヤーを持って用意手で透過柵を引っ張ったの、はい、海軍の公式記録をもとにした文書には、二飛走吉岡正光、吉岡さんらの名前の下には、コロラド型戦艦に全魚雷おおむね命中合沈と書かれています。ところが、吉岡さんが実際に魚雷を命中させたのは別の船でした。先にやった行った人はもう爆撃機とかやってるもんですから、煙がいっぱいなってますし、その煙がですね、邪魔してよく見えないんです、うん、かろうじてですね、戦艦らしいものをよく見ると、あれはコロラだ、あれやろってことにしまって、吉岡さんがコロラド型戦艦だと思ったのは、実は戦闘能力はなく、演習の際に標的の役割をするユタ、もともと攻撃の対象ではありませんでした。砲塔に方針がついてないんですよ。あ、これユタだったなと思ったけど、もう仕方がないだろうなって、ね、自分たちはまあ倒したのがユタだったっていうのは複雑な気持ちだったんじゃないですか？今でもそう思ってます。もう少し時間があるから、あれはほんの 0. 何秒の問題ですからですね。ユタへの爆撃を今も悔やむ吉岡さん、任務のことだけが頭にあったといいます。下から攻撃ですね、死ぬとか飛行機で撃たれて死ぬとかっていうことですね、全然忘れてたんです、うん、もう魚雷を落とすことばっかりしか思ってなかったですね。俺だって同じ立場だからってやられればこうなるんですよね、うん、なるほど。それにですね、戦争するのにですね、うん、戦死するなんて思っては戦争できないですよ。吉岡さんたちがおよそ2週間かけて真珠湾に向かっていた最中の12月2日、ある暗号が発信されました。指示したのは連合艦隊司令長官の山本五十六。その暗号の訳文が愛知県豊川市にある資料館に保管されていました。テレビでは今回が初めての公開となります。そこには「新高山登れ」「一蓋丸八」「新高山登れ」っていうのは予定通り母が空襲しなさいっていう意味なんですよね。12月8日にやんなさいってこと、ね、もうこれ帰ってくれないって、まあ、気持ちになりましたっすね。そうですか、うん、決死の覚悟で臨んだ真珠湾攻撃の後、吉岡さんは南太平洋などを転戦。ミッドウェイは参戦されたんですか？あ、ミッドウェイ行かなかったと。行かなかった、はい、ミッドウェイを境にして日本はだんだん劣勢になっていきますよね。
ミッド以降はですね、日本勝てるかなと思って、うん、飛行機はまたですね、故障が多いんですよ。だからが揃わない。だんだん古い飛行機を使い出しながら、で乗る人は6つも訓練してない人が乗るっていう格好ですね。誰も口に出していませんけどですね、勝てると思わなかったです。そして迎えた終戦。戦後、吉岡さんは海上自衛隊や民間企業に勤務しました。100歳を迎えるまで自身の経験を語ることはほとんどなかったといいます。あんまり喋りたくもなかったですけども、うん、最近になってですね、うん、人がこういうことを話すする人が非常に少なくなったって気がつきましてですね、戦死した人の慰霊にもなるだろうし。真珠湾でのアメリカ側の死者と行方不明者の数は2400人以上。吉岡さんの魚雷が命中したユタにも乗組員がいました。54人が今も艦内で眠る戦没者墓地として残されています。戦後、吉岡さんはハワイに行かれたことはありますか？ありません。一回もありません。何回か機会がありましたけどですね、断りました。なぜですか？なんとなくですね、戦死した人にね、会うのがお前まだ生きてるのかっていうような感じですね、行っちゃいけないなと思ってね。真珠湾攻撃から80年を前に戦争を生き抜いた自分をこう振り返ります。終戦までですね、実戦に参加してですね、一遍も人を殺すと思わなかった。命令が軍艦をやるか公使をやるか海軍陸軍事施設か人をやれって命令を受けたことはない、はい、責任逃れじゃありませんけれども、そこに人がいるってことを考えたら爆撃できないと思いますね。なるほど、うん、ハワイ行きたくないのもですね、どうしてもそのあそこにみんなどっかのあそこにいたはずですからですね、うん、ニュースを深く平たい言葉で伝えます。報道ステーション。報道ステーションの渡辺瑠美です。ご視聴いただきありがとうございます。報道ステーションでお伝えしたニュースはいつでも ANN ニュースチャンネルでご覧になれます。この機会にぜひ登録をお願いします。